それでは辻井道路部長より結果の激励をいただきます。お願いします。おはようございます。おはようございます。道路部長の辻井です。今日は石棺激励ということで、寄させていただきました。湯沢維持出張所の皆さん、杉本所長以下ですね、日夜この館内のですね、日頃からの管理、まあ、昼夜を問わずですね、やっていただきまして本当にありがとうございます。この場をお借りしまして御礼申し上げたいと思います。特に冬はですね、年末年始は特に穏やかな今年はですね、状況でございましたが、まあ、ここ数日ですね、寒波が押し寄せておりますし、また明日からまた非常に大きな、まあ、今年最大とも言われておりますけど、そういう状況になってきております。これまでも出張所の方で万全の体制を取っていただいて、対応に当たっていただいていると思いますが、引き続きよろしくお願いしたいと思います。それとですね、まあ、特に除雪にあたっては、まあ、これまで北陸の管内、まあ、全域でございますけれども、まあ、仮に、高速道路が止まっても直轄は極力止めないということで、まあ、常時2車線確保というのを目標にしてやってきております。でただ近年やっぱり異常気象というのは全国で頻発しておりますし、まあ、これまでの想定を我々の経験を超えるようなですね、豪雪というのも一時的なゲリラ豪雪という除雪ということで、まあ、トータルとして物流や地域社会の影響を極力少なくするというようなことも視野に入れるためには、これまで以上に、いろんな関係機関との連携を密にして、やっていく必要があると思いますので、引き続き、よろしくお願いしたいと思います。それから来年度の予算につきましてですね、昨日は補正予算も成立 しておりますけれども、来年度の当初予算につきましても年末に、政府の全体の大枠の方針が決まりました。まあ、公共事業の全体として、まあ、若干ではありますがプラスということで、まあ、ずっとここ十数年ですね、縮小傾向が縮減傾向が続いておりましたけれども、まあ、若干そういう意味でプラスの材料かなと思っておりますが、ただこれが一過性1年だけでは着実に進むようにしていかなければならないと思っています。そのためにもそういった必要性、予算の必要性というのをですね、国民の皆様方に、ご理解していただく必要があると思っておりまして、そのためにはやっぱり我々が日頃やっております管理、当期の除雪体制、せっかく業務を含めましてですね、きちっと やっているということをアピールしていく必要があるかと思っております。まあ、そういう意味でこれまで、もうそうなんですが、今後ともそういった姿勢で引き続き危機管理、危機意識を持って取り組んでいただきたいと思います。最後になりますけれども、これからまた冬本番といいますか、ますます寒くなる時期でございますので、健康にはくれぐれも留意していただきまして、この冬を一緒に乗り切りたいと思いますので、今日は町田建設さん、それから冬田組さん、森下組さんですか、来られておりますけど、引き続きよろしくお願いしたいと思います。私からは以上となります。よろしくお願いします。それでは出張所長から返礼等をお願いいたします。辻ドル部長におかれましては、今ほどですね、温かい激励にいただきましてありがとうございます。激励に対しまして、出張所のスタッフ、あとですね、こちら今来ていただいている、除雪とですね、斜面雪の受注者を代表しまして、私の方から少しお礼の言葉と思っております。本日は湯沢までお越しいただきましてありがとうございます。ここの湯沢維持なんですけど、県境、群馬県境から南魚沼の三佐島までの46キロの除雪を行っております。この区間については、新潟と関東地検、関東の方をですね、結ぶ重要な幹線道路で、その中でかなりの高低差があったり積雪が多いというところでですね、途半不能であったり冬季の道路管理というのがですね、すごく大事な
地域になっております。そこをですね、日々ですね、どのようなことがあっても国道は止めないようにという心をですね、今いるメンバー、あとこれから行っていただく2人のですね、ステーションのメンバーとですね、心を一つにして、しっかり一冬頑張っていきたいと思います。これからもですね、本局の方におかれましてはですね、ご指導のご支援をですね、引き続きお願いしたいと思います。今日はありがとうございました。はい、よろしくお願いします。職員の紹介、はい、すみません、させていただきます。まずうちの出張所のスタッフの方から、事務係長のですね、鈴木です。鈴木です、よろしくお願いします。はい、技術係長、工事の方担当しております、有沢です。有沢です、よろしくお願いします。で管理 の係長してます、藤井です。藤井です、よろしくお願いします。で機械係長、除雪担当してます、明野です。明野です、よろしくお願いします。そうですね、こちら3名とですね、ちょっと後ろの方、すみません、1人いるんですけど、管理の補助と、あと、今日来てる方もですね、山の方からでいきます。まず旧校区、湯沢高校を担当しています、森下組です。旧校区担当して森下組です、よろしくお願いします。こちらの方は買いかけ温泉、上山の方からですね、この湯沢維持の出張所の前までをですね、除雪担当していただいています。続きまして八甲区、笛田組になります。笛田組です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの方はですね、管内で一番長いこの出張所から下全体で約19キロで市街地も持っていてっていうところをですね、担当していただいています。であとは社面接の方で町田建設です。松田です、はい、よろしくお願いします。こちらの方はですね、うちの館内をメインに見ていただいているんですけど、ここだけじゃなくて長岡の事務所全体のですね、雪崩等のですね、パトロール、あと人力処理等を担当していただいています。このメンバーですね、来ましたけど、一番低いところから県境のところまででですね、900メーターぐらいの高低差があるところになります。なので冬季のですね、交通確保というのがですね、最重要課題というふうに考えています。ただ一次改築がですね、昭和30年代に終わってですね、ということでかなり構造物の古いものが多くてですね、そこの管理、そこをどうやってやっていくかと、冬季のところをどうやってしっかり管理するかっていうのがですね、一番大事なところかなというふうに考えております。ですみません、1枚めくっていただいてですね、本当 の特徴になりますけど、今年はですね、除雪おととしより1週間から10日ぐらい早い感じで、まあ、毎年ちょっとずつ早くなってるみたいな今状況になっています。で今年の特徴の方は、この降った時にはですね、山の方で1日30センチぐらい降ったりです。全体としては降雪量も積雪量も、まあ、ほぼ10か年平均ぐらいかなというふうに思ってますけど、ただその雪の降り方が先ほどすごく降る量が一時に降る量っていうんですかね、が多くてですね、そこをどうやってコントロールかですけど、時間30センチっていう結果が出てたんですけど、ほんで10から20ぐらいしか30センチ、いや、そのうちのシステムから出したんです。ちょっとおかしいなと思って、まあ大体10から20ぐらいな感じで多い時そんなもんぐらいという感じになってます。で最低気温としては 14.5 度がですね、今冬の一番低い記録になってます。でちょっとこう、すみません、分かりにくいグラフつけてあるんですけど、1月2月、ちょっと12月1月ですね、去年とちょっと比べてみると、今年の方がですね、12月は暖かくて1月はぐっと寒くなったみたいな形で、少し大きく雪はないんですけど、かなり寒い日が続いてるかな、ここも数日ももうずっと氷点下のずっと続いてますんで、そういう感じでちょっと寒い年なのかなというふうに考えてます。ご飯不能対策、あと、まあ、関係機関との情報共有とか連携の強化で、雪崩 のパトロールで、低モラルドライバーの指導みたいなのをですね、重点項目で考えております。作業ということで、
4つのチームでですね、この46キロをですね、管理しております。で、一番大事な途半不能対策ということで、まずハード的なものがということで、ここの湯沢維持の前ですね、ここよりもうちょっと、まあ、インター寄りになるんですけど、ここのがですね、結構途半不能が多い、大体1センチぐらいの途半不能が多い、ちょっと比較をしてみると、去年の12月の末に近代で施工してまして、そこから施工後、石灰の激励をいただきます。お願いいたします。はい、道路部長の辻と申します。文明さんの皆さんにはですね、この県境の付帯工区除雪作業を担当しておりまして、ありがとうございます。まさに昼夜問わずですね、この県境の17号の大交通大動脈をですね、支えていただきまして、改めて御礼申し上げたいと思います。今年も雪がこの山手の方はですね、かなり例年並みの積雪ということで、日々ご苦労されていると思いますが、引き続きよろしくお願いしたいと思います。明日からまた全国的にかなり大雪という予報も出ておりますので、引き続き気象状況には留意していただきまして、万全の体制で、を取っていただきたいと思います。それと、今年は北陸管内も全般的には例年に比べると少ないという状況でありますが、当地ではかなり降っておりますし、それから近年は異常気象というのが夏も冬もですね、全国各地で頻発しているという状況でございまして、かなり、国交省全体としてもですね、そういった危機管理の意識をかなり強く持ちながら、日々道路管理についてはですね、留意するようになってきております。直轄国道は高速道路が止まっても基本的に止めないというような方針でこの前にも、来ておりますけれども、そうは言っても我々の予想を超えるようなですね、異常な浸水的な降雪というのも想定されますので、そういった場合には高速ネクスコの方とも連携しながら適切な適時に判断して、場合によっては一時的に止めてですね、集中的に除雪をして早期に開放するというようなことも選択肢の一つで中に置きながらですね、対応していかなきゃいけない、そういうこともあろうかと思います。引き続き、そういうことをやっていくためにもこれまで以上に関係機関との連携をしていただければいけないと思いますので、市長の方ともよく連携を取りながらやっていただきたいと思います。それから必要な予算はもちろん確保してまいりますが、来年度 の予算につきましても
年末に政府全体の方針が出ておりまして、公共事業ここ十数年ずっと削減削減ということで参っておりましたが、来年度については、若干ではありますがプラスに転じるということで一つ明るい話題ではありますが、ただそれが一過性のものではなくてですね、これから道路を含めたインフラについては老朽化対策も含めてしっかりやっていかなきゃいけないという中で、あるいはこういった日常の管理もですね、皆様方支えておりますが引き続き、万全の体制でやっていかなきゃいけない、そういう意味からもですね、安定的な予算確保というのが非常に重要だと思います。そういった、状況を続けていくためにも国民の方からきちんと我々仕事をしているということをですね、しっかり理解していただく必要があると思いますので、そのためにもこういった日常の管理というのが非常に重要かなと思っております。そういう意味も含めまして、この大文脈を支えていただく皆様方、引き続き事務所と一体となってですね、危機管理意識を持っていただいて、対応していただきたいと思います。最後になりますが、これからまた一層寒い時期が続きますので、健康には留意をされまして、この冬をですね、一緒に乗り切っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございます。ありがとうございました。それでは文具屋さんから返礼をお願いいたします。久しぶりに足を運んでいただきまして、本当にありがとうございます。当国 の、 代理人ソニーの方からお礼の言葉を述べさせますのでよろしくお願いします。十国の現場代理人のソニーです。よろしくお願いいたします。辻道路部長殿におかれましては、ご多忙の中二重除雪基地にお越しいただき、また先ほどの温かい激励の言葉をいただき大変ありがたく思っております。除雪隊一同ともども厚くお礼申し上げます。今シーズンも道路利用者のことを第一に考え、除雪作業を行ってまいりました。引き続きこれからも国道17号は決して止めることがないようさらに努力をしていきたいと思っておりますので、引き続きご指導をよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。東国は本当に寒いところでございますけれども、今年は特にまたこの一番上のデータですけれども、12月は結構なんですけど、真ん中が現在地、富士の現在地です。そしてその次が最高値ですけれども、この最高と最低の間はものすごくこうちょっと空いているような感じがしますけれども、とにかく今年は平均寒いと、寒さが寒いということで、あんまり寒すぎてまた降らないんじゃないかなとこう思うんですけども、それから次のページですけれども、これは月別の降雪量です。とにかく今日の2月7日まで の、 一応あれを取ってありますから、月別のあれでもって月別と、それから一番上のがこれ年度の累計降雪量なんですけども、一応やっぱり5級降雪とか38年降雪とかそういうものはものすごくこう雪やっぱり降ってるような感じがします。で、あと今度その次のページですけども、これは年間累計の累計降雪量ですけども、一応一番上ですけども、18年言われている18年豪雪というのは17年度ですけども、この年はやっぱり降ったのが12月の末からですね、1月にかけて12月中にものすごく降ったもんですから、ドカドカドカッと降ってちょっと交通止めになって止めたこともありますけども、号泣豪雪、これは問題の号泣豪雪ですけども、58年度これはですね、2月の
に位置は2月になってからものすごく降りましてね、2月の9日頃あのすごくあの表層なだりが出まして、九通橋 の温泉がやられたのが2月9日のあたり。これどっちにですね、何だか言うとさささっと風が一連の風が吹いてきたと思ったらダダダーッと全部降ったんですね。あれあの今までこう我々に静かに降ってて、今度一連の風が吹いてきて温度が零下10度ぐらいだったかね、その時のダダーッとみんなこちらの方も17番もバタバタバタッと全部降ったんです。それでここあの共通橋が降って、それからこっちの方がバタバタ、これで全部こっちに。これが昭和59年。59年。あの、降雪量21メーター、年間で21メーターです。この時に、まあ、あの、2月の今日までの間、2月7日でもって、やっぱり12メーターぐらい。これから降ったんですよ。2月。そして、あと、こう見てみますと、56号雪、まあ、55年度ですけども、あの56号雪、これは霜雪だったんです。こっちの方はただ20メーター、累計で20メーターぐらいしか降らなかったけども、霜はまあ17メーターも降ったから、あの長岡辺りが降ったから、あの大雪だということで、56号雪を見ると、ああなるほどなとこう思うんですけど、これがあの今日、下ののは2月7日までで各年のこの降り方なんです。だから今日までであんまり大雪になるなっている年もあるんだけど、だから結構こうこれを見るとあれなんです。てかこの下、今度この一番下のあれは今度は 最大積雪深のあれをこうやってみたんですけども、今度だから今度はその3月降ったのはそのまんまこう積水深に残るからだけ一番多くあのなってるので、この年はもう5月頃まで雪があったんじゃないですかね。でこの下のは2月の7日の積水深で、今日までの各年の2月7日の積水深だけ、この時もやっぱりこうやって見ると大雪の年はある程度は来てるなと。でも今年なんてはね、平均降ってる方なんですよ。だいたいここでもって7メーターあの降雪が7メーター降ってるからね、普通の小雪の年でもって7メーターなんてがあのいっぱいあるんですよ。5メーターなんて あるし、あの結構あの今年はね7メーターということで、結構のでこれから降ると多分12、3メーターになるんじゃないかと。これから出て2月一番最近だと18年後ですね、ほんの少し季節で出てこれは危険だなるっていうことでちょっと止めて、あとはもうそんなにあの出ません。今ほらあの危険なのかスノーシットをかけたから、だけど5期豪雪の時あの周知今スノーシットをかかっているのか全部雪崩が出てね、小粒になって、それでこれは危険だということで、危険箇所から順々にこう、あの、5期豪雪の時、出たところから順々にこう、スノーシェットがかかって、だけ現在、あれだけのスノーシェットがかかると、それまではスノーシェット、何もなかったもんだから、あのものすごく、あの、ありが出ると、もう、渋滞とか、そういうあれになって、今はもう、あの、危険箇所には大体スノーシェットがかかってますね。そんなにあのおっかなくはね、だから除雪さえよくしておけば、もうコースが止まってもその方は通れるというよう。18年度はですから、あの危険があったので予防的に止めたということで、はい、ちょっと出たんですけど、実際に国道まで来たってわけじゃないですか。国道来たんです。あ、来たんです。あの来たのはね、だけどもあの山の上から来たら言ってたけど、今はもう危険の場合はある程度止めようということで、それで止めて、その後は全然出なかった。18年豪雪はちょっと危険だなというところで、あとはもうそれからずっと50とか7時に止めて、あのやっぱり止めて、ちょっと夜で見て止めてるんですけど、でそういうふうに止めるだけ止めておいて、そして文字出たらじゃあ出るということで、だって11年、
最低11人、プッテルって最低11人で4班になって、うん、その人が次の部屋今度は仮眠したりいる人に寝て、うん、それでけど、それでまた偉い人がどっと来るから昼間は大勢になる。昼間は大勢になるという、ね、その人の中はまた泊まって、うん、ということで、泊まりは11人最低。なんか食べてこの野沢のたくあんもここでつけたんですよ。あ、そうだ。ここでもってもう、あの、水産庁が住み、あの、水産庁さんが、あの、なっとくれて。あの、さっきも入ってきてくれないけども、でも入ってきてる人間はもう全部技術継承長ということで、ね、あの受診のしたりしてやってるけど、ね、今度さ、あの話に聞くと一人乗りになるなんて言って言われるけど、一人乗りじゃとても技術の継承なんてとてもできないし、だからどうしたもんかななんて考えながらやってるけども、パスございますんで、はい、そうですか、じゃあ、いやいや、ご苦労様です、ありがとうございます。